庭園岩出市立岩出図書館は、和歌山県岩出市根頃にある、公立図書館である。岩出図書館周辺には、根頃寺や岩出市民族資料館などがある。また、文館として、岩出市立、駅前ライブラリーがあり、公民館内には、文室がある。全館の蔵書数は、約11万冊。岩出図書館の開館までは、岩出駅前の駅前ライブラリーや、 公民館に設けられた図書室しかなかった。旧岩手町は和歌山市や仙南地方のベッドタウンとして人口が増加しており、単独市政施行に合わせて開館した。2006年4月1日に開館した。近世以前の歓声な佇まいが残されている根室寺ジ境台の近くに立地している。このエリアは、東館や隣接する岩出市民族資料館が建設され、 文京地域化政策が岩出市によって進められている。当館は大門池を埋め立てて建設された経緯がある。中央公民館と書室は岩出市西の264日市、岩出市役所に隣接している。JR 岩出駅から徒歩でアクセスできる。上、岩出地区公民館と書室は岩出市水住か199の3日市、JR 岩出駅から。 アクセスできる。総合保健福祉センターと書室は岩出式にて92番地に位置し、開室時間は午前10時から午後6時30分。ありがとうございます。